盲春は日本海軍の軍艦。元佐賀藩の軍艦盲春丸。盲は国読みで初めとなり、盲春は春の初め、つまり旧暦の正月を意味する。元佐賀藩の軍艦で佐賀藩時に母親戦争に参加。日本海軍では生態の役、西南戦争などに参加し、形状事変では朝鮮警備に就くなど明治初期に 日本海軍の軍艦として非常に活躍した。日本海軍での正式名称は、猛春艦。三章をトップするスクーナー型で鉄骨木皮の砲艦。右標の船体の使用寸法は主に明治4年。記録材料、海軍省報告書、第1、明治元年と明治7年の公文類遺産によった。他の文献での使用寸法は以下の通り。手記は自家道。 機関2機。なお、車道機関とする文献もあるが、幕末の蒸気船物語32ページによると、車道機関は外輪用の機関形式になる。2機等で、シリンダーの直径25イン、ピストンの工程は18イン、駐車複水機を装備した。ボイラーは各艦2機。鉄製で、大きさは計6フィート8イン、長さ15フィート7イン。一気に月路等は、 それぞれ2機、管管は直径3インで長さ6フィート12インの鉄管が100本、総受熱面積1205.6フィートに、総飛床面積57.26フィートに、1878年にボイラーが交換された。出力は、右表の通りにいろいろな値が出ており191未馬力、120馬力、100名馬力などの値がある。速力も、 同様に、14.2ノットから7ノットまでの値がある。兵装については、公文類士さんによると1874年時には、アームストロング砲を4門搭載していた。その他の文献では、以下の記載がある。元は1867年1月に、ロンドンで建造された原名ヨーゼニー。慶応4年に1月、長崎で佐賀藩が購入しモーシュンマルと命名された。 母親戦争では、同年2月18日に、関東五聖伐海軍戦法として、三越を出港22日に、神戸に到着した。2月30日に、大原重徳が海軍戦法総督に任命され、本艦と豊和丸、夕日丸が、日本で初めて艦隊行動を行い、大阪から横浜まで、兵員の輸送を行っている。 すなわち、モーシュンマルは3月19日、兵庫発、23日、横浜港に到着した。うる4月19日、品川へ開港した。函館へ移動した、榎本艦隊を追い、うる4月25日に、横浜港を出港し、欧州へ進出した。明治2年、道の区国桑ヶ崎沖で津波により、座礁した。船隊は、明治3年に引き下ろされ、 同年11月品会に到着した。明治4年4月17日に、佐賀藩から盲春丸の県能の申し出、5月15日許可となり、5月22日に受領した。兵部省所管となり、官名は、盲春となった。同年11月15日、六等官に定められた。明治5年5月18日の時点で中官隊に、所属、5月23日。 交渉、運用、盲春は、品川を出港、7月11日品川に帰着した。8月17日中間帯から除かれた。9月5日、石川島で修理するために造船局の管轄となり、同地で入居した。1873年1月16日、陸揚げの届けが出された。2月2日、盲春は、主船領所轄から、 提督府諸葛になったが、3月13日に主戦領諸葛に戻された12月に修理が完了し、12月13日、中艦隊に編入された。1874年2月23日に試運転が行われた。生態の役に、日清、運用と共に参加。4月7日に出兵命令が出、4月10日品会を出港した。その後、新の諸行をめぐり、 陽子港に入った。盲春は11月10日朝帰港に帰着、11月29日品川に帰港した。高架島事件が起き、富山へ進出するため、1875年10月18日、盲春と第二堤防は中村倉之助少将を指揮官として、居留民保護のために富山開港が命令され、盲春は10月19日に横浜港を出港した。 10月28日中艦隊は、解体、日本周辺を東部と西部に分け、東部指揮官は中村倉之助少将、西部指揮官は伊藤助マロ少将が任命され、日清、春スガ、ア第二堤防、モー千代田型、はじめ里島丸、海風丸は、西部指揮官所轄となった。またモーは11月9日、艦隊から除かれた。12月11日、 盲春は、富山派遣から長崎港に帰着した。12月15日、黒田弁理大臣が玄武丸に乗り組み、朝鮮へ出張するため、日清、盲春、高尾丸が、富山までの護衛を命令された。盲春は、翌1876年1月8日長崎を出港、3月15日に横浜港に帰港した。百七十六年三月十五日、 ボイラーと機械の修理の申し出があった。同年10月には、カンカン65本が損傷のため返納との届出が出ている。10月28日、山口県で起きた暴動を鎮圧するために出港。12月11日、猛春は、春スと共に横浜港に寄港した。1877年1月24日、行港出発に際し、東、 法省、盲春、千代田型の4隻で小艦隊を編成して、金田湾まで見送り、木とは蒸気機関運転での艦隊運動訓練を行った。西南戦争では、ひなぐ攻略に参加した。2月8日、西南方面が不穏のため、法省と盲春の2隻に開港命令が出され、翌9日に2隻は横浜港を出港、神戸港に向かった二月十八日午後八時。 盲春は神戸港を出港し、下関へ向かった。10月29日、盲春は横浜港に帰港した。1878年4月15日横須賀に開港、翌16日から6ヶ月余り横須賀造船所で修理を行った。同年9月頃に試運転を行った。11月2日横浜に開港、11月5日さらに品海に開港した。 11月29日横須賀に開港、12月1日兵庫へ向け出港したが、暴風のために当日は、金川に被迫した。12月5日兵庫講義。伊藤司令長官が三原へ巡検のために12月10日、兵庫出港、瀬戸内海の多度津、三原伊東崎、竹原湾、三たら市をめぐり、12月16日兵庫に戻った。12月21日兵庫を出港。 暴風のために、由良湾、的屋、御前崎東台、清水港に被泊し、12月29日横浜に帰港した。1879年から1882年、測量任務に従事した。1879年3月27日、猛春は、山陰、北陸宴会の測量中は、水路局所活とされた。 1880年2月3日品川から横浜に開港。4月26日品川に戻った。6月26日品川発、横須賀港で富士山から的を借用し、同日立山湾に到着した。立山湾で射撃訓練を行う。7月3日、立山湾から網路へ開港した。網路から真鶴岬まで戦闘訓練、7月9日。 カナダ湾に開港、翌10日横浜港に帰港した。10月27日横須賀港に開港し海軍橋が上艦横浜で下艦した。1881年2月1日横須賀に開港、2月15日から横須賀造船所で修理を行った。4月9日中海に開港、4月13日横須賀に開港された。 1882年9月5日に修理が完了した。1882年、朝鮮事変により、朝鮮半島方面で警備についた。8月28日品海を出港、朝鮮へ向かい、8月31日兵庫港に入港、翌9月1日出港。9月3日、下関機、9月5日同時発、9月6日、朝鮮港竹島に到着した。 翌7日同時発、9月8日、ヘルソールス列島に、9日、二川港に開港した9月11日、南洋湾から豊浦に開港、翌12日、二川港に戻った。9月20日、花房港市を乗せて出港、南洋湾に到着した。9月21日、南洋湾発、花房港市は明治丸に移乗し、猛春は、二川港に戻った。 9月28日、豊浦に開港した。10月2日、豊浦発。10月4日、富山浦に到着した。11月27日、同地発。各地に寄港し、12月11日、横浜港に寄港した。1883年2月16日から3月26日まで、横須賀造船所で修理を行った。朝鮮警備のため3月21日、横浜港を出港。 マトヤを経由し25日兵庫港に入港した。4月4日に兵庫発、伊予小児島、文庫姫島、文字を経由し、4月17日富山浦に到着した。4月21日富山浦から竹敷に開港、翌22日築敷起発、25日豊島に一時停泊し、同日二川に到着した。6月10日二川発、12日三島木、 13日同地発、14日、長崎に帰国した。7月3日長崎を出港し、文字に帰港、8日、富山浦に到着した。12日富山浦発、14日二川に到着した。8月1日二川発、八尾島、南洋を経て二川湾に戻った。8月14日二川発、同日と島巻、翌15日に同地発、 17日三島に到着した。8月26日三島発、翌27日に長崎に帰国した。9月15日長崎発、大村、呼ぶ子、文字、上野関、三原、兵庫、木、洋島、清水を経由し10月15日品川に帰着した。1884年、朝鮮警備のため5月5日横浜港を出港。 10月14日長崎港に寄港した。1885年、朝鮮方面の航海のために8月13日、伊豆原を出港、10月5日日としくらいに寄港した。1886年、朝鮮警備のため9月2日築地期を出港、12月20日長帰港に寄港した。1887年10月8日除籍し、定心省へ交付。 小戦学校渓流練習戦猛春号となった。1896年7月に廃戦とされ、神奈川県校無部へ移管、県域版戦猛春号とされた。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。ありがとうございます。